皆さんどうもこんにちは、 DK ムービーです。今日はですね、ちょっと結構早いんですけども、来年の抱負をお話ししたいと思います。来年の抱負を話すということは、この動画が2012年最後の動画ということになります。なんでかと言いますとですね、ちょっと12月の25日からちょっと1月の1日までちょっと動画投稿を休止させていただくんですよ。ちょっと諸事情により動画投稿を休止させていただくんですよ。本当に申し訳ございません。その諸事情というのは後ほど公開お教えいたしますけれども、あとね、こちらの劇団スカッシュの CD のレビューとかは、また後日行させていただきます。本当に申し訳ございません。というわけで早速本題に行きましょう。来年の抱負、お話ししたいと思います。それよりもまず2012年は、いろんなことがありましたね。今年はオリンピックもありましたね。はい、いろんなことがありました。はい、今年はね、結構大変な年だったんじゃないでしょうか。東日本大震災とかそういうのもそうなんですけれども、とにかくね、2012年今年もいい年でした。とりあえず来年の抱負を話したいと思います。来年の目標はですね、登録者数100人を目指したいですね。あとチャンネル再生回数は10万回以上、これは絶対条件で、条件というかその目標で定めたいですね。はい、こういう感じかな。はいはい、こんな感じです。というわけで、今回は非常に短いですが、来年の抱負をご紹介いたし、お話しいたしました。それでは皆さん、良いお年を。2013年も良いお年を。よし。